1回戦の第3試合で本間ゆかりを破っての準決勝第2試合進出です。48期生内藤真由美です。そして26番でスタート1回戦第4試合で大石奈を破っての準決勝第2試合進出です。45期生ふわとみきです。それでは準決勝第2試合スタートいたします。準決勝の第2試合です。桑藤美希プロと内藤真由美プロが対戦します。桑藤プロにとっては最後の新人戦です。杉本さん、はい、大石プロとの1回戦はすごかったですね。本当にね、はい、この対戦もちょっと楽しみですよね。この対戦も、はい、あ、確かに内藤プロはもうアマチュアの時にね優勝してますからね。優勝もしていますし、はい、準優勝の経験もあります、はい。桑藤プロからすれば大石プロを破っても次が内藤プロという大変ですよね。タフですね、はい、ガージさん、はい、この両プロとても仲がいいんですよね。内藤プロは桑藤プロの体勢を見ててドキドキしたよってね本人にも伝えていたんですが、まあ、どうせ負けるなら桑藤プロと対戦して負けたいというのが内藤プロのお言葉でしたね。そうですか、はい、なのでこの対戦は2人とも希望してた対戦です。なるほど、なるほどね、はい、中南寺香織さんのリポートです。大石プロを一品差で退けて準決勝まで勝ち上がってきました桑藤プロです。まずはいい滑り出しダブル。内藤プロは本間プロにご覧のようなスコアで勝ちました。こちらもダブル。ホールを変えて臨んでますよね。ボールを変えて依存でますって言うんですか。変えてます。ボールを変えていますか。最初の時220打った時よりね。そうですね、1回戦の時とまた違うボールを投げられてますね、はい、コンディションの変化を考えてのことでしょうか。ですよね。ちょっと打ちミスしましたね。予選1位、準決勝も1位通過。第3フレームで内藤プロ。桑藤プロ、ナイスカバー。まずここで内藤プロがピンチ。ここでスペアを取れませんでした。大根屋さんはこの2人の対決はどんなところを楽しみになさっていますか。そうですね、先ほど桑藤プロも1回戦の時はすごいストライクも続いておりましたので、はい、またこのゲームも
はい、どうなるかすごく楽しみですし、はい、内藤プロはボールも1回戦の時と変えられて投球されていますので、はい、それが、はい、いい方向になるかというところも注目してそうです、ね、はい、みたいです。内藤プロは勝負に出たということですよね。ボールを変えてきたわけですからね。そうですね、クワトーさんはもうビッグゲームが出るだろうって読んでるんでしょうね。はい、内藤プロ第4フレーム、ああ失敗した。ああ苦笑いです。どうしましたかね。どうしたでしょうか。今足には当たってませんよね。ですよね、うん、まあミスの後なんてカウントダウンはありませんけどね、はい、あちょっとね、序盤ですからまだ立て直すきっかけはあります、はい、第5フレームに入ります。大根屋さん、このゲームはどよめきますね、はい、そうですね、多分ちょっとヒヤッとするシーンがね、うんうん、はい、ちょっとこれも出すぎましたもんね帰りが甘くてスプリットにならなくてよかったですね。ナイトプロ、ここからですね、5フレから、はい、ここからまとめてきたいところですがストライクが来ません。なんかこのボールの投げてる時の方が力が入ってるような気がするんですけどね。クワトープロスペア、ナイトープロのナイスカバー。第5フレームが終わりました。クワトープロは地元が埼玉で、しかもスポルト所属、はい、勝ち残っている中では最もギャラリーの関心を集めているクワトープロ。こちらも来そうで来ない、うん、いい感じで投げましたけどね。クワトープロスペア、一足早く大島由香プロが優勝決定戦に駒を進めています。
クワトープロが勝ち上がるとレフティー対決ということもあり得ます。はい、大根屋さん、ギャラリーの声援というのはありがたいでしょうね。そうですね、投げていると、ね、うん、やっぱり嬉しいですよね、言っていただけたら。違ったパワーがこう出てくるんでしょうかね。どうなんでしょう。そうですね、あのお客様の声援でも、もう倒れているんじゃないかというぐらいの、うん、はい、リアクションですね。そうですね、お互いにね、7フレストライク入りましたから、ダブルを持ってこれるかどうかですね。第8フレーム、あー、まずクワトープロが先にダブル。内藤プロはダブルが来ません。杉本さん、ここは大きいんじゃないでしょうか。はい、大きいですよね。あの、まあ、ストライクの後なんでカウントダウンはありませんけど、まあ、とりあえずスペア取って、本当はここダブル持ってこないとダメなとこなんですよね。クワトさん210ペースに乗せましたからね。ペアが取れるかどうかですね。取れませんでした。内藤プロは苦しくなりました。はい、大根屋さん、この差で9フレ、はい、10フレですね。そうですね、お姉さん、いかがですか、このターキーは。そうですね、ここで持ってこれるのはさすがだなと思います。はい、もうあのパンチャーといってもね、201しかいかないのでね、内藤さんはね、うん、この時点でもう220ですからね。あの1回戦の時のなぜボールを変えたのかちょっと聞いてみたい気もしますよね。はい、悪くなかったと思うんですけどね。はい、アマチュアの時代にも大活躍だった内藤プロですが、まあ、勝負に出たんでしょうね。ダブルでの滑り出しもその後勢いがつきませんでした。これでクワトープロは優勝決定戦あと一つ勝てば頂点。相手はルーキーの大島由香プロ。
最終フレームに入っています。ホール変えてみましたね。今の本人の表情を見れば、うん、なるほどというねですね、一応ねちょっと点数出なかったんでボールを変えて確認してますよね、うん、天品が残りそうなので変えてみようと思ったんでしょうね、きっとね。最後はストライク225で終えました、うん、クワトロ・ミキプロです。内藤真由美プロは2年目、決勝第2試合は181対225で、ご覧のように桑藤美希プロが225を出して内藤真由美プロに勝ちました。優勝決定戦進出を決めています。優勝決定戦進出を決めました桑藤プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。仲良しの内藤プロとの対戦いかがでしたでしょうか。一番緊張しましたまあね、連コンディションの変化もあったと思うんですが、中盤ちょっと思うようにいかない場面もありましたね。そうですね、1ゲーム目の時よりもやっぱどうしても力が入ってしまってっていうのをどういうふうにこう心を落ち着かせるかっていうところを、後半はそこをイメージしながら投げてました。そこでしっかりと立て直して、そして優勝決定戦進出、優勝まであと一つ、レフティーでルーキーの大島プロとの対戦です。意気込みお願いします。はい、私はどうやら優勝決定戦は左利きっていうことが多いみたいなので、もちろん左利きとしても負けたくありませんし、最後ですので優勝して卒業したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。クワトープロでした。大根屋さん、はい、クワトープロ来ましたよ、ついにここまで。そうですね、もう最後の年なのでもう、はい、もう誰よりも、はい、気持ちは強いと思います、はい、杉本さん、はい、楽しみな優勝決定戦になりそうですね。なりそうですね、本当に楽しみです、はい、レフティー対決になりました。しかもルーキー対5年目の対決、注目です。